潮汐とは、主として、月と太陽の引力によって起きる、海面の昇降現象。海岸などで見られる、1日に1から2回の、ゆっくりした海面の昇降。潮の緩慢とも、山と言葉で、潮とも言う。漢字では、潮と書くが、本来は、潮は、朝の潮、潮は、夕方の潮という意味である。原理としてはこれだが一般には海に関する。 いろいろな意味で、潮が使われる。それ以外の要因でも起きており、気圧差や風によるものを気象潮という。代表的な気象潮は高潮である。気象潮と区別するため、調積力による調積を天体潮、天文潮ということがある。調積に伴い、表面が下がるところから上がるところへ流体が寄せ集められるために流体の流れが生まれる。これを、 潮赤流という。日常的な表現としては、潮赤という言葉がこれを指していることもある。海面の潮赤である、海洋潮赤、海面潮赤が最も認知されているが、実際には故障などでも十分に大きなものであれば起こる。地球以外の天体でも、周囲の天体の引力の影響を受け天体の表面の液体が上下する現象は起きうる。地球の場合、 自転にした外上下動は約半日周期で変動する。海水面が最も高くなるときを高潮,満潮,満潮、満潮、満潮、海水面が最も低くなるときを低潮、干潮、引き潮,潮,潮と言い、これらの現象を合わせて緩慢という。高潮や低潮の際には海面の昇降が停止したように見えるが、この現象を低潮という。高潮時と 低潮時との水位差を調査という。ある時点での干満は通常1日2回ずつあり、干潮から次の干潮までの周期は平均約12時間25分ある。よって、干満の時刻は毎日約50分ずつ遅れてゆくことになる。 したがって、一日一回の日も年に数回ある。一日に、それぞれ二回ずつ高潮と低潮がある場合を一日二回潮、それぞれ一回ずつの場合を一日一回潮という。そして一日二回潮の場合に午前と午後それぞれの、高低潮の差を必潮不当と言い,い、高い方の高潮を高高潮、低い方の低潮を低低潮,潮と呼ぶ。寒潮、満潮の時刻は、海洋や、 港湾の海水の固有振動のため月や太陽が最大高度になって潮積力が極大になる時刻とは一致しない。潮の満ち日の周期並びに大きさの表記については2011年現在いくつかの定義が併用されている。スポーツ新聞や釣り雑誌などに掲載される潮見表でもどの方式を採用しているかはまちまちのため同じ日。 同じ地点の潮がある新聞では、大潮なのに、別の新聞では、中潮と表記されることも、珍しくない。旧暦方式その名の通り旧暦すなわち、単位対応暦で採用されている方式で、月齢をもとにしたサイクルで潮の満ちきの大きさを定義する。日本気象協会では、現在もこの方式による、潮見表を提供している。後継者を用いた、方式上の大償は、 月と太陽の位相でほぼ決まる。位相差と決例は月の運行が一定ならば比例関係にあるが実際には月の運行は一定でないため若干の誤差がある。加えて旧暦の日付を使う場合は単位に1日の精度しかないことによる誤差もある。そのため位相そのものを使った方がより正確に使用の代償を表せる。現在、気象庁と 日本水路協会がこの方式による潮見表を発表しているが、両者は後継里と名の対応が微妙に異なる。日本水路協会のものについては、日本水路協会海洋情報研究センターの略称を用いたマーク方式と呼ばれることが多い。この二つの際は一点のみである。陸地の沿岸では、超積波の速度が落ちるため、大潮の中心が0度。 180度、腰用の中心が90度270度とはならず、少し遅れている。この遅れは、緯度や地形により異なるが、どちらの方式でも一定に置かれ、マーク方式は7度、気象庁方式は12度としている。差は5度で、例えば気象庁方式で36から72度の場合、マーク方式では31から67度になる。 以下にマーク方式による定義を示す。地球上の各場所は異なる重力を受ける。地球から見ると地球中心との差分が残る。潮積は潮積力によって引き起こされる。潮積力は重力場の強さが場所により異なることで生まれる二次的な力である。海洋潮積の原因となる潮積力は月や太陽などの天体によって 地球の周りの重力場に勾配が生じることで起こる。つまり、天体との距離の事情に反比例して引力が弱まることと、地球上での場所が違うと天体からの引力の方向も異なることに起因する。地球は重力場の中を自由落下している。そのため、外部の重力と逆向きの慣性の力が生まれ、地球全体としては重力場を感じない。しかし、 地球の重心から離れた地点の重力場が地球の重心と異なる場合、その差分に応じた重力場があるように見える。つまり、月の真下の海面では月に近いため地球の重心より強い重力場が働いており、より強く月に引き付けられている。逆に、月の反対側の海面では地球の重心より弱い重力場しか働いていない。そのため、残りの地球の方が、 より強く月に引き付けられ、海は取り残される。これらの位置では上向きの潮積力となる。また一方で、その中間、つまり月から90度離れた位置の海面は月から見て斜め方向であるため、重力場はわずかに地球中心向きの成分を持つ。このため、下向きの潮積力が生まれる。この潮積力の大きさは月の直下及び反対側で受ける。 超積力のちょうど半分である。月のある側の海水面が上昇することは理解できても反対側の海面が盛り上がることは理解しづらいが直感的には次のような説明で納得できる。一直線に並んだ月から海水の塊海水のない地球海海水の塊を考える。回転運動では地球は常に月側に自由落下しているから 落下速度は月側の海水海が最高で、地球海が中間、月の反対側の海水海が最低となる。仮に地球が静止した形で考えると、月の真下とその反対側では、地球の重力が弱くなり、月が水平線の近くに見える場所では、重力が強くなるとみなせる。よって、地球海から見ると、月側とその反対側の海水海は共に、 地球界から遠ざかることになる。地球界は重力で海水界を引きつけているので海水が地球から離れることはないが、その分海水が盛り上がる。月の公転軌道は地球の赤道に対して傾いているため、同じ日の環潮満潮でも午前とここで同じ場所に働く、潮汐力は異なり、必死を不当が生じる。 さらに月の公転軌道が地球の公転軌道に対して傾いていること、また月や地球が楕円軌道を描いて公転しており、地球や太陽との距離が一定ではないことなどによっても、緩慢の差や皮脂を不当の大きさは変化する。引力は天体からの距離の事情に反比例するので、その差分で決まる、潮積力は距離の三乗に反比例する。また、これらの力は、 全体の質量に比例する。地球から太陽までの距離は月までの距離の約390倍あり、太陽の質量は月の質量の約2700万倍ある。これから計算すると、太陽の引力は月の引力の約180倍であるが、太陽の潮積力は月の潮積力の約0.45倍にしかならず、月の潮積力の影響が大きい。 月の潮積力を太陰時を、太陽の潮積力を太陽時をという。火星が地球に最も近づいた時の火星による潮積力を計算すると月の約100万分の一であり無視することができる。他の惑星についても同様である。大プリニウスの博物誌には潮積と月の関係について述べられている。天体の引力による潮積の理論を考案したのは ニュートンとラプラスである。ニュートンは気調力に対する海面の生理気学的な平行状態を扱っていたのに対し、ラプラスは海水の動力学的な運動を方程式化した。地球と月は地球内部にある共通重心の周りを公転している。地球と月の共通重心の運動を地球の極の方から見ている。地球上のどの点でも 回転速度が一定であることに注意。潮汐の原因を説明するのに、地球の交点運動が場所によって異なるという説明がされることがあるが、これは正しくない。月と地球とは両者の重心を結ぶ直線上の一点を中心として、互いに回転運動をしている。この共通重心は、地球の重心から約4 6 0 0トルの位置、すなわち地球の内部にある。 自転を考えない場合、共通重心周りの運動を地球の極の方から見た渦で考えると、公転運動の際に、頭中の地球の下側の部分は常に下側の位置を変えず、他の部分も向きは変わらない。この運動による回転速度は地球上のどの点でも等しくなっている。よって、この運動によって生じる遠心力も地球上のどこでも同じ大きさとなっている。 高点に連動して自転する座標形で考えると月の直下では遠心力が弱く反対側では遠心力が強くなり地球から外向きの力が生まれているように見えるしかしこの力は常に外向きであるつまり時点による遠心力そのものに過ぎない時点による遠心力も見かけの重力場の差分に近する広い意味での潮積力だとも言えるが 時刻によらず常に外向きである。そこに時点による地表面の通過があるので、地上の各地で関満が通過していくことになり、潮積は起こる。実際の満潮、干潮は海水の慣性や海流、水温や塩分濃度、気圧、湾岸の形状など、主事の要因によって、天文学的に導かれる時刻とズレが生じる。実際の潮位の変化は、 周期と振幅が異なる、様々な波を重ね合わせた、風理へ級数で表すことができ、個々の波を分子をと呼ぶ。潮位予報を行う期間では数十の分子を用いて、予想潮位を計算している。垂直、水平それぞれの方向に、緩慢の差が大きい海岸、小さい海岸がある。水平方向の差の大きさは、海岸の傾斜により、当然ながら、 同じ水位差であれば傾斜が緩い方が、つまり遠浅な方がその差は大きい。砂浜や特に干潟のような傾斜のなだらかな場所では、水平方向にして数百数千メートルにも及び、海岸線が変化することがあり、そこに豊かな生態系が育まれている。ただし、そのような場所で潮干狩りなどすると、潮が満ちてきた時にひどく長い距離を急いで逃げねば、ならない場合がある。 垂直方向の差は、つまり、超位差であるが、一般に、内湾的な海域では、超位差が小さい。これは、水位変化のためには、海水が大きく移動しなければならないが、内湾的傾向が強ければ海水がほとんど閉じ込められてしまっていて、水位変化の起きようがないためである。例えば、日本海や地中海は、超位差が小さいことが知られている。この場合、 内湾の奥の方が深い場合と浅い場合では、その潮位差の変化量が著しく異なる。浅い場合は、外目の干満に引きずられる形で内湾の水が出入りすることになり、外目よりも潮位差が大きくなることもある。有明海や瀬戸内海、アゾフ海などはその典型である。川口域では、潮の満ち日によって干潮時には、淡水が再加工まで流れ下り、満潮時には、 海水が上流方向に侵入する。そのため海水と淡水が混じる区域があり、これを寄水域という。実際には海水は淡水より比重がやや大きいので、流れ下る淡水のもとに海水が流れ込むなど複雑な状況もある。非常に大きい河口の場合、潮積による海水面の変化により流れ込む水の量が大きくなり、大きな波を形成することがある。 これを津波といい、アマゾン川のポロロッカや中国の戦闘港のものが有名である。海と陸とでは生息する生物性が全く異なる。海岸線では、寒潮時には海水から顔を出し、満潮時には海水中に防止する地域があり、これを長寒帯という。長寒帯は生物にとっては海の区域でありながら、一時的に陸になる区域であり、 独特の生物書を持つ。長寒帯の直下、低潮船のもとを、長官帯長寒帯のすぐ上、校長船の上を、頂上帯という。潮の満ち引きは、当然海に住む生き物たちにも大きな影響を与える。総じて彼らは、大潮の時に散乱することが知られている。また、大潮になると、魚類の活性が上がるとも言われており、 アメリカで釣り大会を行う場合は、大潮の週末と決まっている。日本の釣り具店にはほぼ必ず、潮見表が置いてあり、潮見表をもとに釣りに出かける釣り客も多い。潮汐は地震の発生と優位な関係があるとされる。それは、潮汐力は地球内部の岩盤にも影響を与え上下伸縮を引き起こしているためで、 特に断層の方向と地球潮汐の方向が一致し力が最大となった時に地殻変動や歪みの限界と重なり最後の一押しとなって地震を誘発するものと考えられている。東京大学の研究チームも1万件以上の地震データから潮汐力の強い時期に巨大地震の発生確率が上昇するという研究結果を A 科学史、ネイチャージオサイエンスに発表しており、 同研究では小さな岩石の破壊が潮積力によって大規模な破壊へと発展していく可能性が示唆されている。潮積が地震の引き金になったと見られるケースは世界における地震全体の5%ほどと推定されている。2011年に発生した東北地方太平洋沖地震の誘発地震と見られている長野県北部地震では潮積に関係すると見られる地震が 最大規模となった M6.7 の地震を含む全体の約50%という非常に高い相関で確認された。また、本震発生以降に1976年から2011年までの期間に東北地方太平洋沖地震の震源域で発生した MW5 以上の地震と調積力の関係を改めて調査したところ、1976年からの 約25年間は相関関係がなかった。しかし、2000年頃より次第に相関関係が現れ、その後、本震が発生した2011年3月11日までは、明瞭な傾向が出現し、断層にかかる力が最大になる時間帯に地震が発生していた。特に、前震とされる3月9日11時45分に、発生した地震の震源と3月11日の、 本心破壊開始点の間の領域付近には強い相関が現れていたが3月11日以降は潮積力との関係は見られなくなった。工学や生物学などでは実験に潮の満ち比や水変化を作り出すことができる実験水槽を用いる。ありがとうございます。